This is the biggest まさにその点が、南アフリカ社会の、大きな課題です。虫のマーケットっていうのはどのような虫を売っていて、はい、それって食用ってことですよね。はい、次の、まあ、質問に行くんですけれども、まあ、ちょっと今の話、その都市部と田舎の違いの話にもこれ関連しているというか、まあ、そういう部分も含めてちょっとまた聞きたいんですが、あの買い物に行くときとかショッピングモールみたいな場所があるのか、あるいはマーケット、市場みたいな場所ですねがあるのか、それとも個人の商店露店みたいなところとかそういった場所があるのか、まあ、その辺ってやはり都市部と田舎の方とでは違うと思うんですけど、その買い物事情についても伺いたいんですが。This is the biggest challenge for South Africa. はい、まさにその点が、南アフリカ社会の、大きな課題です。で、南アフリカっていうのは、まあ、全国津々浦々ショッピングモールだらけで、で特に、まあ、1994年の民主化後はこの傾向が顕著になってきたと思います。なので私が暮らしているような農村でも、まあ、そういったショッピングモールはいろいろとあって、で、これっていうのはやっぱりすごく大きな課題で、なぜなら、人々が常にやっぱそういうところでこう買わないといけないので、買うぐらいしか選択肢がないので、常にこうお金が必要というプレッシャーに、置かれています。で都市部ではまだそういったショッピングモールも本当にいろんな選択肢があったりはするんですけども、農村部ではショッピングモールにこう入っているお店っていうのもすごく限られていて、まあ、全国のすごく大きな資本の、まあ、お店ですよね。例えばマクドナルドとかケンタッキーとか、まあ、スーパーでもすごい大きいところしか入ってなくて、まあ、選択肢がないので、その価格とかもやっぱ高かったりとかして、そういったプレッシャーに、置かれています。でもう一つの課題っていうのが、やっぱりその一方でローカルマーケットっていうのがないっていうのが南アフリカの大きな課題で、幸いなことに私が暮らしているリンポポっていうのは果物のマーケットっていうのは、まあ、特産というか生産エリアでもあるので、少しだけあるんですけれども、まあ、他の州ではそういったことが見られないです。であとは、まあ、活動をやっているトヤンドっていう、まあ、エリアがあるんですけれども、そこでは結構昆虫を売っているマーケットなんかっていうのもあるんですけど、ただそこの人たちはすごく外の人たちにこう写真を撮られるのを嫌うので、ちょっと写真お見せできないんですけれども、まあ、そういったところも、多少はあります。でリンポポの人たちは結構いろんな昆虫を食べるので、そういったことをところもあります。で南アフリカのやっぱりすごく大きな課題っていうのは、食べ物をこう買うものだと思っていることで、でプラスしかもそのローカルマーケットがないっていうことが、この2点っていうのが近隣の国々と比べて非常に大きな違いでもあります。例えばその隣の国のジンバブエとかモザンビークだと、まあ、自分たちで農業して作っていたりとか、ローカルマーケットがこうあったりするんですけれども、南アフリカではそういったようなところがないのと、プラス、まあ、家庭菜園レベルのものをこうやっていて、余剰があった時に売ろうと思ってもこう人々がやっぱりこう外で買うこと、そのスーパーとかでそういうショッピングモールで買うこと自体がこうステータスにこうなっちゃっていて、家庭菜園をやってる人はすごく貧しいみたいなこう決めつけみたいなこと、まあ、それはなんか他国の農業やってるのが当たり前の国だとないんですけれども、そういったまあお金に頼る国であるからこそ、まあ、そういったこうものの見方っていうのがあって、なのでそういう余剰をこう売ろうとしても、そういった村の人たちがそういうことをサポートしてくれなくて買って、そこがすごく難しいところがあります。で JBC の活動でもやっぱり家庭菜園作りっていうのをやってるんですけれども、余剰を売るのが非常に、難しいです。でそうですね、リンポポは幸いなことにさっき言ったように果物と虫のローカルマーケットっていうのはあるんですけれども、ただそれだけで、他の州ってやっぱり都市部ではそういったマーケットがないっていうのは非常に南アフリカの、大きな課題だと思います。ちょっと今の話の中で一つすごい気になった
ところがあったので聞きたいんですけれど、その虫のマーケットっていうのは、虫というのはどのような虫を売っていて、それって食用ってことですよね。はい。どんな虫？What do you call モパニワーム？例えばモパニワームって言われる芋虫っていうんですかみたいなやつとか、タマイツっていうのとか、ドラゴンフライっていう、まあ、雨が降る季節によく出る白い透明なこう羽をしているちっちゃい虫がいるんですけども、そういうものとか、あとはそのアリのすごく大きいのとか、バッタみたいなのを食べます。で、私自身は他の州の出身で、まあ、ノースウェストで、北西州で育って、で、もともとはズールの、生まれなので、そういったものをこう知らずに育って、そこでは食べないので、初めてリンポポに来て、そういうものを、見ました。で、自分の、暮らしているエリアでは、そのバッタしか知らなかったんですけれども、そういう意味で、さっきの、まあ、農業の話、そのローカルマーケットとかの話もしたんですけど、リンポポっていうのは少し他の州とその意味で、人々の暮らし方っていうのが違います。ありがとうございます。ドゥドゥちゃんは食の事情がちょっと、垣間見えたところで、ドゥドゥちゃんの個人的なことについて少しお話を聞いていきたいんですけれど、その今の食の話、料理の話とか、どんなものを食べることが多いですか？またドゥドゥちゃんは料理をしますか？Yes. yeah, I eat three times a day. 朝は、パンとか卵とかベーコンとかを、まあ、料理する時もあれば、パンに、ピーナッツバターに、お茶だけの時もあります。で、あるいは、昨晩の残りを食べることもあるし、で、まあ、大体はだからオムレツ作ることもあるし、あとはフルーツとヨーグルトとかっていう風に、まあ、簡単に済ませることが多いです。で、昼は、パップといって南アフリカの、主食のこうトウモロコシの乾燥させて、で、まあ、粉にして、それをお湯で練った主食なんですけれども、それと野菜の組み合わせと、だいたいチキンを添えて食べることが、もう料理して食べることが多いです。で、まあ、以前はそんなことなかったんですけれども、最近この数年でライフスタイルが変わったので、まあ、そういうことをするようになりました。で、だいたい夕食も、同じような感じで、1日に1回夕食とか、まあ、朝食はそうやって卵とかでなんか料理作るんですけれども、夕食と、昼食というのは大体1日1回、作って、それらを、食べるようなことが多いです。あるいは、まあ、前の晩に作ったらそれを次の日の夜に昼みたいな感じで、毎日毎日3食、お料理をしているわけではありません。で、お料理は今は、前は全然好きじゃなかったんですけれども、今は、好きです。で、2017年に、アジア学院で、まあ、研修に、約9ヶ月ですね、参加したんですけれども、そこでやっぱりすごく自分のライフスタイルっていうのが変わって、食は自分のまあ健康の源だっていうことも理解をしたので、そこからすごく料理をするのが好きになりました。で、特にやっぱり日本食とかアジアの食事がすごく好きで、ナージンっていうのは3食パップ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 って言ってたんですけれども、ずっとパップしか食べてないんですけどなくって、しかもバラエティが全然ないし、野菜っていうのは本当にめったに食べないんですね。でも、まあ、同僚にも本当に自分が野菜よく食べるっていうのはすごく驚かれるんですけど、私は、人参もほうれん草もキャベツもカリフラワーも多分ブロッコリーって言ってたと思うんですけど、そんないろいろな野菜を、食べるのが好きです。で、多分それはJBC でいろんなところに行く機会があって、海外含めて、で、その中でいろいろ食べる中で新しいものを食べることにすごく抵抗がないっていうことが大きいのかなと思います。南アフリカの方っていうのはそうやってこう新しい食にチャレンジしたりっていうことが非常に苦手な方が多くって、だからこう旅行するのも海外旅行とかも躊躇する方が多いんですけれども、私は JBC で活動しているので、まあ、そういったことがないので、こういうふうにいろんなことがこういろんなものが食べられるのかなと思います。でもやっぱり一番習いたいのは日本食、和食のお料理を習いたいんですけれども、やっぱり材料は、渡辺ですね、私が、出張の時に持ってこないとなかなか手に入らないので、まあ、そこがすごく難しいところですが、和食ももうちょっとこう作り方を習いたいと思っていますと。
ありがとうございます。先日渡辺さんからルドちゃんが作った素敵なケーキの写真で、びっくりしたんですよね。そんなに素敵なケーキが作れるんだったら注文が殺到すると思うんですよね。伝統的な衣装っていうのがすごく好きで、 Unfortunately, I can't do makeup. 私たち JVC アフリカチームは新たな仲間を募集しておりますので、ご興味のある方はメッセージをお送りください。